一応私の会で、私の集まりで彼と結婚したんでとか出会って結婚したんですね。6月13日私の結婚記念日と同じ日、2年前ですけどね。あれ去年じゃない、去年でした、1年前か。で一応彼がですね、私の仲間同士で、こういう仲間同士で結婚した人が、出会って3日後に婚約をして40日後に結婚した、入籍したっていうのが一番、早かったんですけどね、電撃的だったんですけど、彼が記録を更新したんです。出会ってから6時間後に婚約彼が一番最短の記録を持ってるわけですね、はい、まだ別れてないですね。あ、よろしくお願いします。よかったですね、まだ別れてないとね。ついでだから独身の人ちょっと手を挙げてみますか。それで手を挙げたまんまでちょっと左右を見渡してみますか。あ、ここに独身の男女がいるのねって。はい、男性が少なかったですよ。はい、男性が少なかった、独身の男性少なかった、だから早くなんとか。今ここで点数稼いでない、ね、この会場の独身の方に一応言っときますが、ここに集まるような仲間というのはなかなかいい仲間なんですよ。で、どんな人物かって探る必要はなくて、ただのピーの感じで自分の感性があったらもう結婚していい仲間なので、よく隣の人見てください。そう、感じがいいからこれでいいかなっていう、どんな人だかって測る必要はない。隣の女性も手伝って参加するようになります。相性もいいのか。それでね、その夢と希望にあふれて普通の人は生きてると思うし、夢と希望を失っちゃダメよっていうことで、夢と希望っていうのを学校がずっと教え込むわけですけど、夢と希望ってよく考えてみると、足りないものをあげつらねて手に入れなさいっていう教育なんですね。で、日本の教育機関は小中高大学大学院も、それから会社そのものも社会全体も家庭も 100% 全部が夢や希望を持って足りないものをあげつらねてそれを手に入れることが幸せなんだという幸せなので教え込んできました。で、全部が全部幸せ論が 100% そういう考え方なので、夢と希望ってとってもいいことだってみんな思い込まされてるんですけど、結局ね、悩み苦しみって全部夢と希望から来てるんです。足りないものをあげつらねてこれが手に入らない、だから辛いんだっていう構造なんです。夢と希望という名前の足りないもの探しなんですね。で、 100% の教育で 100% の人がそうなるはずなんですけど、なぜかそういう幸せ論で生きている人が 99% で、 1% の人はそうじゃない幸せ論で生きている。1% の人っていうのは 1% の半分、 0.5% の人は大病したとか大きな事故にあったとか、自分の体が思う通りにならなかったというような自らの体験をした人ですね。ね、交通事故にあって足が動かない、足が折れちゃった、全治3ヶ月だった、3ヶ月の間は自分の力では歩くことはできなくて、看護婦さんに
方を抱えてもらってというようなことで自分の力ではどうにもならないっていう時期は始まった。故に自分の足で歩けることがどれほど幸せであるかということを自分の体験で分かる人がいるわけですよ。これが 0.5% だから、足りないものをあげつられるよりも自分が今までたくさんのものに気がつかなかった、ものすごくたくさんのものをいただいていたのに、ただ足りない足りないっていうだけだったということに気がついて、自分がいかに恵まれていたかについて感謝をするようになった人、これが 0.5% ですね。そして大病をしたわけでもなく、事故に遭ったわけでもなく、災難トラブルに巻き込まれたわけでもないのに、なぜか幸せの本質っていうのは自分がいかに恵まれているかに気がつくだけであるって気がついてしまう人がいる。病気に出会ったわけでもなく、事故に出会ったわけでもなく、 1% のうちの半分の人は自分で体験してないのに本当の幸せに出会ってしまう人がいる。幸運の人の上の中のさらに幸運、幸運の中の幸運ですね。どういう人かというとね、小林正解の話が聞けた人です。世の中にはその話を聞くのにはおおまてかここここここ千円で今日はいくらなの？5000円だ。5000円で聞けちゃう人がいるわけね。でも聞いても全然わかんない人もいるんですよね。幸せ論っていうのは、足りないものをあげつらえてそれを手に入れることが幸せだと思い込んでるんですけど、まあそれでもいいんです。実は今日新しい人が29人おりましたが、人相ってその対価なんですよ。突然ですが、でこう顔見てるといろんな言葉読み取れるんですね。顔だけで、手だけでもね。でその人相学上の問題も読み取れるんだけども、なぜかその人の顔をじっと見てるといつ死ぬかっていうのもみんなわかるんですよ。でこの話をするとね、こう目が合った瞬間にパッと大丈夫、読み取っても言わないから、ただまあみんな死ぬんです。必ず死ぬ。でそのね、病気で顔が弱っている、顔や体が弱っているっていう人もいるわけですけども、病気ではなくて交通事故で死ぬ人まで死ぬ時も分かるわけということは、体が弱っていくのを読み取っているのではないってことですね。未来を読み取っているってことですね。で一番初めっていうのは二十歳の時だったんですけど、同級生のね、柔道部の男が、あ、半年後に死んじゃうんだっていうのが分かったんですよ、私。でも二十歳ですよ。二十歳の人間が半年後に死ぬわけないでしょ、大体。寿命が80年あるのに。だから、これは嘘なんだって私は勘違いしたんだと。自分でそういうふうに言い聞かせ、もちろん彼に絶対に言わなかったんですけど、彼は半年後に死んでしまった。交通事故だった。ものすごく屈強な男だった。体重が100キロぐらいありまして、で人からもよくてニコニコしてる人でしたけどね、みんなから好かれてる男だったけども、交通事故でいきなり死んでしまった。だから未来が確定的に存在してるみたいですよ。皆さん自分の意思で生きているように思ってるけど、実は生まれた瞬間から死ぬ時がちゃんと決まっている。死にとしてしまったいつ死ぬか皆さんわからないでしょう。ですよね。だから死ぬのが分かってから3日間はみんなに喜ばれるように一人になって死ぬぞっていうのでは遅いかもしれないんですよね。というのは分かんないわけだから、だったら今日からいつ死んでもいいように心構えと人生を組み立てた方がいいかもしれませんよね。わかりますか？
私はね、自分の死ぬ時知ってるんですよ。まあ、簡単なことじゃないですか。自分の顔見てればいいんだと。こうやって目を寄せてくれる。そうするとね、自分の死ぬ時が分かってるとね、頼まれ事をね、一つのことはありませんね。もったいなくて、自分の生きてる存在証明ですからね、頼まれ事は。頼まれて頼んでくださってありがとうになるんです。だからいやいややってるわけではない。ただ自分の意思で喜んでやってるわけではない。だから第三の道っていうのがあって、好きでもなく嫌いでもなく、ただ淡々と生きるっていう第三の生き方があって、この第三の生き方を選んでる男を第三の男と言ってます。この第三の男にはテーマ曲タンタ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 ンとですね。20代の人は知らないでしょう、この見ました。知ってますか、この音楽、第三の男。映画ですよ。うん、ちゃんタタンタタンタタンっていう、そういう主題歌なんですけど、主題歌がタンタタンタタン。映画始まる時に流れます。そう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 、タタタタタンタンと。もうちょっと太ってる人になるとタヌキになるんですけどね。タンタンタヌキ。まあそんなことはどうでもいいんですけど。でとりあえず小林正観のその人生観というのは、人生観と正観というのはちょっと一字違いですけど、ね。あのね、もうこの世でね、何をやるかって、何をやらないか、どういう役割があって、どういう立場でどういうポジションで死んでいくかっていうのが全部決まっていくみたいなので、その通りに起きてくるんです。で本人が強い意志を持っても持たなくても同じなの、結局。うん、だからつべこべつべこべ言わないで、はい、わかりましたって言ってやってる。それで疲れ果てて死ぬ。で、何かを成す人っていうのをね、皆さんよく考えよう。例えばミケランジェロとかダ・ヴィンチとか、ルーベンス・バンダイクっていう大壁画を描いた人たちがいるんですけどね、みんな頼まれた画家ですよ。みんな宮廷画家です。自分が好きで描いてた絵っていうのは残らない。みんな頼まれて描いた絵が残るで。で宮廷音楽家たち、モーツァルトとかね、シューベルトとかね、リストとかショパンとかっていう人たちも、頼まれて作らされた曲っていうのは世の中に残ってますけど、自分から作ろうっていう暇はなかったんですね、頼まれてる人たちは。で世の中に残ってる仕事ってみんな頼まれ事で、でこれが分かってしまうと、あ、頼まれたことをやってればいいのねっていうことに気がつく。頼まれてもいないのに一生懸命自分の尻叩いて下激励して、自分が向上しなくてはいけないって、上を目指さなくちゃいけないって洗脳を避けちゃってるわけで、さっき言いましたけど、人相でそうっていうのは、まあ、私は中学生の頃から訓練をしていたので、随分たくさんの人の顔や手を見ることができるようになって、今までにね、18万人の人相でそうを見ました。18万人1人1000円取ってたと、どうするの？1億8000万。うん。だからビルが1つぐらい建ったかなと思うんですけど、一人もお金取ったことないので、ちょっと残念だった気もする。18万人の人相でそう見てきて、そのうちのね、3人に2人、12万人の人が一歩進み出て、実は私これこれこういう問題抱えてるんですけどって人生相談に切り替わった。3人に2人私にとって幸いだったのが、
18万人の人相手相を見ていて、その本人の人相と手相を見た上でこういう問題を抱えてるんですっていうのは目の前で相談されるわけでしょ。ということはこういう問題を抱えてる人はこういう顔をしてる、こういう手相をしてるっていうのが統計学的に読み取ることができるようになったってことですね。だから今皆さんの顔見てるとね、顔見てるだけでどういう問題抱えてるかが全部わかるわけ、うん、だから一番前にねいた女性に、ある会場ですけど、一番前にいた女性に、3番目の男はダメだったでしょうって言ったんですよそしたら彼女が面白いこと言った。どこから数えて3番目ですか。いろんな3番目があるんですね、彼女にとってね。ね、結婚して3番目っていうのもあるでしょ、別れて3番目っていうのもあるでしょ、初恋から3番目っていうのもあるでしょ、ね、いろんな3番目があるんですね。私は冗談半分に言ったんだけど、彼女は真剣です。どこから数えてますか。まあ、いろいろあの男性に苦労してきた感はしてるんです。あ、男性にね苦労する顔と苦労しない顔っていうのはくっきり分かれるので、皆さんにその情報を教えしておきますから、とりあえずの右と左にちょっと見て、あのね多分該当者がほぼ 100% だと思うんですけど、眉毛をいじくってはいけません。生まれてからの眉毛をいじくった瞬間から男運が全部悪くなりますよ。眉毛はいじっちゃいけないの、絶対に、うん、で眉毛をいじった瞬間から男運がぐちゃぐちゃになる。いじればいじるだけぐちゃぐちゃになる。特に剃ってかき眉をしてる人いるでしょ。そのかき眉を水平に描くのはいいけど、ものすごくこう角度をつけてきつい眉を描く人がいるわけですよ。その眉毛をきつく描くっていうのは、なんと深層心理学の部分でね、男に恨みつらみを持ってる人に角度がきつくなるわけで、きつい角度で描けば描くほど男性との間が悪くなる。そしてそのきつい描いた眉の状態で夫の前に顔を晒していると、夫は自然に存在する眉ではないので、夫の方もわけがわからない状態で苛立っている。自分がなぜ苛立っているのかがわからない。眉毛ってね、本来額の汗を目に入れないために存在しているものだから、角度はついてないの。特にこういうふうにきつい眉になってるっていうのは自然界には存在しない。額の汗が鼻の頭に流れてくるようには作ってないんです、人間の顔は。額の汗が全部耳の前に流れるように眉を作ってあるので、眉尻が下がってるのは自然界の眉なのであって、こっちの内側が下がっていて外が垂れているっていうのはないんです。だから自然界にはそういう眉がないので、描き眉をきつく描いてると必ず目の前の男性を苛立たせている。その苛立っている男性のなぜ苛立っているかは全然わからない。ただ眉がきついと周りの男性、夫も恋人も職場の男性も上司も全部苛立っている。なぜ苛立っているのかが分かってなくて苛立っている。今のこの情報を聞いた上で隣の人見てください。ね、今ピアスの質問が出たんですけど、耳ってね、人間のね体の全部のツボ全部一箇所に集中してるわけ。で、例えば体全部をマッサージするのは時間がなくて面倒だしできないっていうのに耳がすごくする。そうするとここで全身がこうマッサージになって